でちょっとそれをちゃんと調べようということで実験をまあいろいろやったわけですね。でまあこんな探検証、こんなペラペラのまああれですね、探検証とは言ってもまあサランラップのフィルムみたいなもんですね。厚みはなんか10ミクロン以下ぐらいのペラペラのやつです。でこれをまあ板に貼り付けて、でこの中がまあこういう構造をしてるわけですけど、そこにまあこれをまあ低温の、あのクライオセルに入れて、まあ、フェムト病のレーザーの光源をこう作ってですね、でそれであのいわゆるポンプローブ、あの冷気して、冷気した状態 の、 あの吸収を測るということをまあやるわけです。でこれも普通の吸収スペクトルですけど、あのこう S0S1 繊維は、まあこういうホームの軌道からこういうルームの軌道に変わるようなそういう繊維ですけど、そこに対応するところをボン叩いてやって、そうすると冷気したこう、ですね、こうやってこうグランドセットがボンと上げてやって、この状態に別の光を、別の、プローブ光をこっちの光で今の S1 に上げてやって、こっちの光でその新しく出てくる吸収を見るんですね。その冷気状態によって、出てくるこの吸収をこう見る。そうするとこういうスペクトルがまあ出まして、で遅延時間をこうピコ秒でこう変えてやると絵がどんどん変わっていくと。これ何を見てるかというと、冷気直後ここにですね、このシングレットの吸収が出るんですけど、時間が経つとこういうところとかこういうところに新しい吸収がニョキニョキ出てきて、それはここからこっちに移るんで新しい吸収がニョキニョキこう出てくると。でここの急行度をこう時間対してプロットしてやると、このシングレットがなくなって、トリプレットペアがボーッと出てくると。でこれはフィッション確かにしてますねっていうわけです。だから20何ピコで、こういうの起きてるわけですね。で温度を変えてやると低温、どんどん温度を下げていくとあんま起こらなくなるんですね。でそこからあの、まあ、こう活性化エネルギーが出るわけですけど、我々着目したのはこの一番ものすごく速いところ、ここはあの温度を下げてもこう有限になんか残ってるわけです。で実際にその時間分解の上げて測ってみると、非常にその低温でもあの40フェムト以下ぐらいでトリプレットがボンとできていると。だからそのトリプレットのペアができるフィッションの過程にこう2つですね、あの温度に依存してゆっくりその20ピコぐらいで立ち上がる成分と、その冷気したらもうその直後にものすごく超高速でフィッションしてしまう2つの成分があるということを、まあ、あの見つけたわけです。でこれ非常に早いフィッションが起こるというのは、直感的に考えると、さっきのそのあの電子的なカップリングマトリックスエレメントでいうとすごく大きいミキシングがあるということを意味してるんですけど、先ほど言ってるその結晶の場合、そこのミキシングはゼロのはずなんで、これ非常に変なんです。なんでこんなことが起こるのかというのはあの謎なわけです。で詳しい先生、その高精度電子状態計算の人にちょっとあの共同研究をお願いして、あのどんなことが起きてるのかと計算の力をちょっと借りようということで、これあのいわゆる多差上配置のあの接動論っていうのを使ったあの非常に高い精度で冷気状態のエネルギーを計算するっていう、まあ、彼しかできないという計算なんですけど、それで、これはあれですね、このコーディネートはその規定状態の安定位置からトリプルトペアの安定位置へ の、 あの、まあ、最短の経路を結んだそういう経路に、沿ってですね、チク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 その核 の、 あの配置を変えながら、その規定状態とあの S1 状態とトリプルトペアを計算してもらうとこんなふうになって、でこれ面白いのは、そのトリプレットペアとシングレットのその交点っていうのが、ちょうどこの規定状態の安定位置の近くとフランコの領域にこう配置していると。でところが、まあこのコーディネートに沿っている限りは対称性が崩れるわけではないんで、この2つの状態は混じらないんですね。だからこのままでここでボーンと冷気しても、シングレットのところをこうまあ転がり落ちるだけで、トリプレットペアにはまあ絶対いかないわけです。だから 何が起きているかまだ分かんない。で我々はその時間分解 の、 その上げてここで何が起きているかっていうのをあの調べたわけです。そうするとそのポンプローブのシグナルにこの時間領域でですね、こんなわーっとしたオシレーションがこう乗っているっていうのがあの分かりました。でこの振動部分だけ抜き出してフーリエ変換すると、まあ、こういう何十ウェーブナンバーあの100ウェーブナンバー付近にこうピー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 クが出るんですね。でこの振動は一体何かっていうと、これはあの短いパルスでこう経を冷気すると、まあ、あのこういうこの手の計測するとよく引っかかる信号なんですけど、要するに電子冷気状態で異なる振動 の、 あのこういう状態 の、 あの重ね合わせの状態ができるとそれ量子ビートがまあこの干渉でまあ見えるわけですね。でそのビート の、 その振動数っていうのはちょうど振動のスペクトルに対応する、あるいは冷気するんでここにあの穴が開くんで穴の方でもその
重ね合わせ状態ができて、それであの量子ビートが出てる、まあ、そういったことはが あるんだろうと、まあ、それで、で面白いのはどの波長で見るかによってそのスペクトルが違う、どの波長で見るかによってスペクトルが違うっていうのは、ここでその観測波長に応じてその関係しているスピーシーズが違うわけですね。だからどの波長で見るかによってあの関与する振動のスペクトルが違うってことは、それぞれの振動スペクトルがそれぞれの冷気状態にあの関係した情報を持っているという、そういうことを、意味しています。で、そのこのスペクトルをですね、こう横にして 横軸観測波長で、縦軸はこのスペクトルの振動符っていうふうにすると、こういうまあ二次元バックを取りまして、大きく分けてこの辺の80波数ぐらい あの低い領域の振動と高い120何波数ぐらいの2つのモードがあるということがあの分かりました。でちょっと細かい話になるんであれですけど、で、まあ、理論的にそのノーマルモード解析をしまして、どういう振動がどういう運動あの動きをしているかっていうのをまあ解析するわけですね。であのデータと照らし合わせると、結局ですね、この80波数ぐらいに出てくるこの信号っていうのは、あの動きでいうとですね、こういう2つの、まあ、ダイマーを、まあ、取って結晶なんですけど、結晶の中でダイマーを取ってくると、そのテトラ線コッカスがこうシーソーのようにこう揺れているような、そういうモードで、でこの状態はフランコの領域から、S1 の安定点がかなりずれてるんで、ここに歴するとこのモードの方にもうこうディスプレイスすると、でこれによってまあこのモードのコヒレントの運動がワシャ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 あの歴されるんで、それをまあこいつら見てると、正確に言うと、もう細かく言うとこっちの方が規定状態の振動で、こっちの方が歴状態から その誘導傾向も見ていることなんですけど、でところがまあこの振動っていうのはあの対称性をこう崩さないんで、あのやっぱりこの振動を起こしてもあのシングレットステートとそのトリペットペアっていうのはここは混じらないんですね、交差しない、あ交差してるというそのミックスはしないんですね。だからこれここへこの振動とそのフィッションとまあ関係ないわけです。でもう一個こちら の その120何ウェーブナンバーのそのモードっていうのはあのこうトリペットに関係する波長領域にしかまあ現れてないんですね。だこれがその今観測する速いフィッションというのとあの関係しているだろうと、まあ、思うわけです。で、あの理論計算でそのこういうここの振動数に近い振動数モードでそれが引き起こされると、そのフィッション の電子光のマトリックスを、生み出すようなそういうものないかというのをまあ探したわけですね。そうするとちょうどこのテトラ線骨格がねじれるような対称性を壊すようなそういうモードがこの126ぐらいにこう計算で出てきまして、でこいつをあの有機すると、このカップリング あのストレングスが、まあ8ミリビぐらいこう振動によって有機されるということが分かります。でこれがあると結局こうずれることによってこのトリペットペアとシングレットをこうミックスすることができるん でそれこの冷気光冷気によってこういう歪む振動が有機されて、それであのそのまま平行配置では均性であったプロセスがアクティベートされたのではないかと、漫画で書くとドーンと冷気されるんですけど、その時フランコの領域にこのトリペットペアとシングレットのこう混じったところがあって、ここのこの近傍ではこの2つがですねミックスしてるんで、そこへあの心電遷移で上がることでこのねじれたような振動があのコヒーレントに隆起されて、なおかつあの冷気とほぼ同時に時間分解の以内に数十フェムトでこちら側へすり抜けるという、このプロセスがあの我々見ていることではないかと、まあそういう解釈をまああの提案したわけですね。でまとめると、だからルベルのフィッション過程で普通にその今まで観測されて、熱冷気で何十ピコで起こるプロセスというのは冷気の後こちら側につるんと落ちてここから熱活性していくプロセスなんですけど、それとは別にあの冷気の直後にもいきなりですねこうすり抜けてこういうコヒレントにフィッションするような過程、それがあるということがまあ分かったということになります。それでまあ、これで良かったんですけど、でさらにですね、こういうふうに考えると、じゃあこのプロセスをもっとその効率よくするとか冷凍を変えるにはじゃあどうしたらいいかと、そうするとこの結局このポテンシャルのトポロジーがあったらもうそれで決まっちゃうわけですね。だからここを変えるしかまあしょうがないわけです。で普通にこういう分子でこうあの冷気状態のポテンシャルの様子を変えようと思うと、分子のスタッキングを何か近き変えたりとか、あの
もまあ、何か物を変えるってことをしないといけないわけですけど、でもそれはそういうふうにしたからといってこれはどうなるかっていうのはまあやってみないとわからないわけで、まあ、すごく大変なわけですね。